池田隼人は1899年12月3日に広島県にて七人刑事の馬主として生まれました。京都帝国大学法学部卒業後、大蔵省へ入省。一時難病の落葉状転疱瘡を発症し休職しましたが、1934年に奇跡的に完治し復職。病気での遅れもある中で京大卒発の局長にまで上り詰めました。終戦後は戦後保障の担当者となり、1947年2月に第1次吉田内閣の大蔵次官に就任。吉田茂の右腕として活躍しました。ただ自信過剰な性格、貧乏人は麦を食えなど問題発言を連発し物議を醸すこともありました。その後が内閣の後継として1960年7月19日に内閣総理大臣に就任。1964年11月9日まで続く長期政権となりました。1964年10月25日退陣を表明。理由は癌の進行だったとされています。その後療養に努めましたが、癌は広範囲に転移しており、1965年8月13日に死去、65歳でした。在任中は財政金融政策を通じた高度な経済成長や生活水準向上のための所得倍増計画を目標に掲げ、経済重視の姿勢を見せた池田隼人。外交面においても手腕を見せ、戦後日本の原型を国内経済政策面でも経済外交面でも作り上げたと言っても過言ではありません。